皆さんこんばんは、清水美智子です。こんばんは、三谷幸喜です。僕はこの間聞いたんですけど、うん、その今やってる桜の園のね、うん、に出てる迫田さんっていう俳優さんがいらっしゃるんですけど、彼が奥さんヤーシャっていう黒柳さんの付き人みたいなのやってた、ちょっとこうパリからやってきた黒柳さんじゃごめんなさい、あそうですよ本当に衰えたり浅岡さんこうやって置いて始めるんですね浅岡さんの浅岡さん の付き人の役をやっていた男です。彼が坂本さんっていうんですけど、あの方がまだ30代の俳優さんなんだけど、もうすぐお子さんが生まれるって、うん、でなんかその立ち会うかどうかみたいな話をねされて、どうしようかって悩んでるみたいなことを聞いたんですよ、うんうん、でそのみんなでその子供が生まれた時の話とか聞いてて、僕全然知らないんですけども、うん、市川新平さんっていう、はあはあ、お上手なことですね、ロパー姫やった彼が、うん、やっぱお子さんが2人いらっしゃるんだけど、最初の子供が生まれた時に、うん、そのへそのを切る係をやったとかって、うんうん、最近大変ですね、そっちの医療のサービスも。どうなんですか、どうなんですかね、どん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 。でも今わかんないから、僕何時イメージでへその緒ってその子供の へそとお母さんのへそをつないでるもんだとなんか思い込んじゃってたんですよ。ああ本当だ。あでもまあそういうことなのかな。胎盤と胎盤と赤ちゃんだって、うん、なんかへそとへそをつなぐみたいなイメージがあったんですけど、そんなわけないと、ね、デベソの逆で奥ベソみたいな感じですか今の女性市民団体が立ち上がってらっしゃると思いますちょっと私も参加しようと思います、デモの方に。いやそうそう、へその緒を切る、お父さんが切る、なんか除幕式みたいなことなのかな。除幕式に近いと思うんですけど、だけど最近ほらやっぱお父さんが優しいみたいなのが当たり前になってきたから、どん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 医療現場に近づいてるような気がするのね。それまさにそれ、そこそうですよね。あれなんかそこはちょっと医療だろうと思うんですけども、まあ、でも昔は自分でもね産むなんてことがあったので。僕だって家で生まれたんですもん。嘘、うん、サンバさん意外世代ですよ。世代じゃないと思うよ、多分お母さんが決めたんですよ。多分だ、最後のサンバさん世代じゃないですかね。そんなわけないわだって同じくらいでしょ。でサンバさん、清水さん、サンバさん病院ですよ、組合病院ですよ、うん、僕はだから自宅のサンバさんっておかしいでしょそうね、何か足り上げたわねってことになるから自宅ですよ本当、うん、なんかいっぱい下に大丈夫な、新聞紙、新聞紙、じゃあ新聞紙引いてなんかやったらしいですよ。新聞紙ってすごい不安なんだけど、妊婦としてここですかって絶対後で自分でイメージしたんじゃないの。そうなのかな、まあ、全く僕は覚えてないし、母から聞いたことだけですけど、もかなり大変だったって。なんでまた意固地になってそこで産もうとしたんだろうね、お母さんも。何かあったんですかね。うん、絶対嫌だとか。だってその後は、うん、でも進歩的な女性ほどね、水中出産とかさ、うん、ね、秋川梨沙さんだっけ、自分のお友達とかのところでね、公開出産か。公開出産、うん、すごい時代だねってその時も思ったんだよ公開はどうなん、公開ちょっと待ってください、公開反対ってでもするんじゃないよって恥かかせるんじゃないよ本当にそうなんだ。そうなんですね。清水さん、お子さんの時はどうだったんですか。うちは一応付き添ってもらったけど、うんうん、でもガラスの横で、うん、中にはもちろん入らずだったんですけど、うん、私はもし2人目産もうとしたらもういらないなと思いました、うん、夫はね。付き添いらない、うん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 、手とかこう握ってて欲しくはないんですか。ないですよ、私いましたっけ、看護師さんしかりてましたってこと清水美智子怒りの出産だったこんなに痛いって思わなくって、本当に後で、うん、謝ったんですけどね、うん、大丈夫ですかってこうさせてくれる、そこは良かった、うんうん、眠れ眠れだったら、なんか歌を歌ったんですけども、それが鬱陶しくて、うん、すいませんけど歌わないでもらえますかってちょっとねその言い方がねきついなんでしょうがないですよね、そんな状況じゃないですもんねでも本当の自分が出ちゃったの、本当に自分が出ちゃったって、それもちょっと私今叱り飛ばしたんですけどね鼻からスイカが出る感じっていうの本当なんですか。それはね、うまくいってるかどうか分かんないですねいやでも相当痛いですよ、鼻からスイカ出るっていうか、もう死んでると思うんですよね私だって頭蓋骨より大きいわけでしょそんなリアルに考えたらおかしいでしょリアルどこにその前にスイカがあったのかってことになるけど
で今ビデオ撮る人もいるじゃないですか、お父さん。あれはどうなんですかね。恥ずかしいですよね。そうですね、恥ずかしいのがまずい。あれだけ隠しておいてね、奥さん急にみたいなのがなんとなく倫理的に変ちゃ変ですよね。生命の神秘をいいことにっていうと、まあ、自分が出てくるところを後になって見せられるときっと感動すると思うんですけども、しないと思うんですよね私。そうですか。するかね。いやしますよ、だってこれ俺っていうこの頃じゃないだって今までだってさ、意外とさあんまり感動するするって聞いてきたものって、こうしょぼくないですか。だからあんまり言わない方がいいと思うんですよ。あの言わずにね、あの見ろ、そうちょっと面白いものあるから見ない、なんだろうねこれっつってパッとこう桜の園でもね、桜の園ってそういう意味じゃないですよ見るとわすごいなと思うんですけど、あんまりすごい感動したんだよとか言うと映画でもなんでもね、そうかなっていうふうになる。でもちょっと見てって言われて見たら突然自分の母親の若い姿が出てきて、ちょっと失礼しますまあ切ります、そこで切りますね電源切るI don't know. Not really a video I care to see. I'd be embarrassed for my mother. She said she screamed bloody murder when I popped out, which is why I laughed when Michan compared giving birth to a watermelon.